リバダビア急戦艦。リバダビア急戦艦はアルゼンチン海軍の戦艦。名前は1825年のアルゼンチン・ブラジル戦争においてラプラタ連合州の大統領を務めたベルナルディのリダビアに由来している。本級は1908年12月のアルゼンチン海軍拡張計画において建造が決定された艦である。土級戦艦の基本型が定まっていない時期に 手探りで設計されたため、列強海軍の土球戦艦の隠し特徴が集約された設計となった。アルゼンチン海軍は1908年度に巨砲を混載する純土球戦艦の建造を計画したが、隣国ブラジルが1906年にイギリスに土球戦艦ミーナ・ジェライス級を発注した情報を知ると、計画方針を土球戦艦建造に変更した。 アメリカの造船会社15社から設計案を吟味した上でアメリカの造船所に発注したアメリカイギリスフランスドイツオーストリアハンガリード級戦艦の特徴を盛り込んだ上にブラジル艦の性能を上回るものとされたので排水量はブラジル艦の50%増しとなり走行も重厚で速力も上であった建造計画では2隻の予定で1912年に 上院はもう一隻の追加建造も認め三隻となったが、財政難により三隻目の建造は実現しなかった。船体は朝鮮首労型で、艦首から五番主砲塔下部まで最上乾板が続いているためにしのげなみ性が高く、高揚性能に優れた。主砲は、新設計の USA1910 年型マーク7 3 0 5トル5 0口径砲を、 連装砲塔に収めている。艦首から順に1番2番手砲塔を背負い式に2機、配置し、その背後に走行指令塔と環境を組み込んだアメリカ式のカゴマスト型前、小柱を置く。1番煙突と2番煙突の間を広く離すなど、艦室の間を広く取るのはフランス式の設計である。3番4番手砲塔を2本の単小灯台を挟んで互い違い、かつ、 背中合わせ形式で斜めに配置したのはイギス式である。その後方に後部短脚章と後部環境を置き、この背後に後ろ向きで背を意識に5番6番手砲等を配置した。推進機はドイツ式に三軸推進とされ、火事は中心線上に手打一枚を配置した。有力な後継の複砲を配置したのはドイツ式で最上甲板の下部に、 2番主砲塔下部から5番主砲塔下部の部分にかけケースメート式に1 5 2センチメートル5 0口径単装砲を片原8機計16門搭載した。これはアルゼンチン海軍が列強海軍のように艦隊に付随できる十分な数の巡洋艦を保有できないため独力で敵巡洋艦を確実に排除できる方が必要であったためである。他に 対水雷艇用に、甲板上や主砲塔上に 10.2cm、50口径炭素砲を16機搭載した。他に、対艦用に水面部に 53.3cm、炭素魚雷発射管を2機2門装備した。本級の防御は、同世代の各国新戦艦に比べて強固である。具体的には、設計時の各国土球船の減速装甲圧は、イギリス海軍の セント・ビンセント級が 254mm、アメリカ海軍のフロリダ級が 279mm であり12インチイコール 305mm に満たないものが普通で、例外的にドイツのヘルゴランド級が原則走行 305mm と強固であり、本級はこれと同等だった。また、この時代の戦艦では珍しく艦底面に 19mm の走行を張っている。 これは同時期に建造されていたオーストリア・ハンガリー海軍の手下と普及に見られる工夫ある。機関はバブコックウィルコックス式石炭戦唱艦を18機とタービン機関を3機搭載、合計で最大出力4万 HP に達し、速力22.5ノットを発揮した。これはライバルのミーナ・ジェライスよりも1.5ノット有速である。 機関配置は艦室と艦室の間を前後に広く取る。フランス式で艦室被弾時の被害極限に有利なほか、完全後方向の重心バランスに好影響を与える配置で、アルゼンチン以前ではイタリア海軍の装甲巡洋艦でも採用された配置である。推進軸数が三軸なのはドイツ式で、巡航時には中央軸のみで走れるために燃費が良く。 低速時には火事の危機が良い利点がある。一番艦のリバダビアはアメリカ合衆国マサチューセッツ州クインシーのフォアリバー造船所に発注され、1910年5月25日に寄港された。翌年の1911年8月には浸水式が行われ、1914年12月に竣工した。二番艦。 モレノもニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所に発注され、1910年7月29日に寄港された。翌年の1911年9月に浸水、1915年4月に竣工した。1924年から1926年にかけてアメリカでボイラー艦を石炭戦傷艦から重油戦傷艦に乗せ替える工事を実施した。 これにより最大出力は4万5五千 h p となり、速力も23ノットになった。さらに1935年には近代化改装を実施、外観上の変更点は2番5番主砲等点外に即挙偽が乗り、全哨とミズンに射撃方位板と射撃管制装置が更新され、それに伴い後部の短脚章は三脚章に変えられた。百三十七年には二番艦モレノが、 常時六世体幹記念館館式に参加した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。